蝶、強度の戦いは、紀元前256年に、蝶の名称のリマが、強度の大軍に対象した戦い。蝶の厚生王の時代、蝶の北方の大、岩門に駐屯する、国境軍の長官で、国境防衛のために、独自の地方軍政を許され、強度に対して備える任に、李牧がついていた。強度の必要な攻撃に対しては、徹底的な防衛。 牢場の先方を取ることで大きな損害を受けずに安定的に国境を守備していた。兵たちには強度が略奪に入ったらすぐに牢場して安全を確保すること。あえて打って出た者は残守に処すと言明していたからである。そのやり方は強度だけでなく長兵にさえも臆病者であると思われてしまうこととなる。長王はリマキのやり方を不満に思い攻めたが、 リマはこれを改めなかったので、任を解かれた。リマの後任者は強度に打って出たが、被害が増大し、国境は侵された。そのため、長王は過ちに気づき、リマに任をこうたが、リマは門を閉じて、外に出ず、病と称して誇示した。それでも将軍に起用されたので、リマは、王がどうしても私を将軍にしたければ、前の方針を変えないようにさせてくださいと言い、 これを許された。そして、李牧は、元通り、国境防衛の任に復帰することになった。強度の正体が偵察に来た時、李牧は、数千人を置き去りにして、偽装の敗退を行い、わざと家畜を略奪させた。これに味を占めた、強度の全部が、大軍の指揮を取ってやってきたが、李牧は伏兵を置き、左右の遊撃部隊で巧みに攻撃して、強度軍を撃った。結果、 郷土は14万の騎兵を失うという大敗北に終わった。その後、さらに大の北にいた東湖を破り、林湖を下したため、全羽は敗走した。郷土は、その十4年は、朝の北方へ行境して来なくなった。そのため李牧は、紀元前243年、痛み、女王の命で燕を撃ち、ブスや北条などに侵攻した。ありがとうございます。